足立様に何をしたと思ってる。油と松明を使ったんだろう。もう知ってるよ。ジン、戻っておったのだな。百姓たちを苦しめてはおりませんか。さすが槍川、この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。頑固でもあるがな。あなたには及ぶまい。当然だろう。少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに。こうして力を貸すようになったのはお主の働きのおかげだ。答えねばなりませんね。私も励まねば。もしお前が、なんて名前だっけ。誰のことだ。酒井、戻ったか。先生、本土の武士に会われたのですね。いずれも武勇に優れた精鋭だが、弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは。申し分ない。腕はないが肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川はかつて島の支えであったからな。猛虎どもを船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。行善様のお話聞いたことあるか。あの盲目の奉仕、いつも新しいお話を聞かせてくださる。最後に聞いた話は夢にまで出てきたよ。まるで子供だな。昔鬼を見たことがあるんだ。話を聞いていたら記憶が蘇ってきてね。鬼の記憶が。気をつけろ。きっと行善様には奇妙なお力がある。そのうちお前も鬼を見た。クロード様が技の裏に入ったらしい。本当に人だったのか。ああ、どこから見ても生きてる人だった。俺なんかじゃない。嘘だよ。ただの人が夢の中で殺したり、影から作ったという鎧を切り割って釘を打ち込め。しっかり打ち込め。よく働いておるな。誰も怠けてないか。足がしっかり見張ってるんですよ。道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですか。アザモウラの時にも使えたらよかったな。あっしの荷車がお気に召さなかったなんて。酒の匂いで酔いかけた。タカのことを夜中から聞きました。あっしなんかよりずっと度胸がある。タカが聞いたらきっと照れるぞ。ならあっしも精を出さなきゃね。なんて名前だっけ。誰のことだ。もうこの町の。酒井様。ノリオ、新参の稽古中か。稽古ではなく、心の整え方を教えていました。武士も、槍川の戦士も、戦の前に心を静めた方がいいかと思いまして。そうすれば世の無常も死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。助かったぞ。御仏のご加護がありますように。
いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよ。少しは休めたか。眠れやしない。鷹にはすまないことをした。クロードのこと、あの子もヤリカワも信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。津島にはいないだろうけど、猛虎は誰か知らないだろう。津島の外でも知られてるかもしれないぞ。足立様のものだとは分からないさ。お侍様、お譲りいただけるものはございますか。酒井殿。和殿、叔父上の所在は。丘の上でお待ちだ。道中小賀家のものでお守りして進ぜよ。痛み入ります。ハーンを待たせる気はありません。さようか。うん、やお働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですな。クロードと武士が全て討たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た今こそ、そうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、おいご殿がお着きです。リン、上におる。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか。捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みも、そなたが耐えた苦しみも、ハーンに償わせてくれよ。ジン、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁には、そなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、測りやすく組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、故に手強く。
恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。藩を討ち取りましょう。共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥン藩を討ち取り、我が城を取り戻し、蒙古どもを対馬から打ち払う。志村殿に続け。進め。
この門は決して開けんぞ。引け、増票ども。ジン、何をしておる。道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。あの櫓、このままでは進めない。酒井、お前が策を練れ。あの兵器を壊すのは武士らしい。わしはここにとどまり矢面に立つ。私も行くよ。離れるな。おのおのとどまれ。行け酒井、ヒヤリを奪え。
死ぬな。一掃しろ。できることはないね。では皆のもとへ。恐怖を味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。考え方を改めねば死者は増える一方だ。この戦ができたのもあんたが動いたからだ。志村様じゃないよ。始まったばかりだがな。橋を見ろ。
敵が引いておる。ハーンが敗走を許すなど何か妙です。行かせた。あれじゃ犬尻だ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集める。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったのです。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。蒙古は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前も獣になるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。ハーンの首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構です。